こんにちは、ワーク太郎です。今回は東京海上日動が Amazon で保険の販売を開始するというニュースが入ってきました。超巨大企業のコラボで保険業界の激変は必至となっております。保険販売員の仕事がなくなるかなど考えてみたいと思います。それでは行ってみましょう。東京海上日動が Amazon の通販サイトで保険の販売を開始します。何でもですね、売ってる Amazon なんですが、ついにですね、保険も買えるようになるとのことです。でですね、まずはじめはですね、地震保険から始めて、そこから障害保険などに広げていくということです。で、ここですね、なぜ地震保険から始めるのかっていうのはですね、ちょっと疑問に思われるかと思うんですが、こちらについては後ほどご説明いたします。でですね、Amazon のアカウントですね、保険に加入することができてですね、その Amazon のですね、アカウントから保険料を支払ったりですね、受け取ったりすることができるということで、大手保険では国内初になるということです。で、この目的なんですが、東京海上日動の方ですね、ちょっと若年層の取り込みっていうところが苦戦しているようでして、その Amazon のですね、販売モデルを使って、若年層、若い方にですね、保険を売っていきたいということを目的として、こういった取り組みをされるということです。でですね、保険販売、東京海上日動っていう大手がですね、こうやって Amazon と組んで保険を販売していくっていうことで、保険販売の主力はネットに移っていくっていうことが予想されます。でですね、これまで主力であった対面販売機能は終焉に向かっていくのかっていうことについて考えてみたいと思います。東京海上日動はですね、どういった商品をですね、取り扱っているかっていうところについて見ていきたいと思います。まずですね、自動車の保険ですね。自動車が事故を起こしたときにですね、保証してくれたりとかですね、住まいの保険、火事とか地震だったときにですね、保証金が出ますよとかですね、あと旅行や保険とか、トラブルあったときにお金が出たりとかですね、あと体の保険とかは怪我、病気とかにもらえます。あとはですね、年金のですね、イデコとかもやってますよということです。で、非常にですね、多くの商品を取り扱っている大手企業となってますが、なぜかですね、今回はですね、自動車保険じゃないですね、地震保険からスタートするということです。この東京海上日動なんですが、どれぐらいの規模の会社かということを見たいと思います。で、左側がですね、10年分のチャートとなってまして、現在の株価は7,558円となってます。で、東京海上日動の方ですね、親会社が東京海上ホールディングスとなってまして、こちらの株価となりますが、10年のチャートとしてはずっと右肩上がりで順調に成長しております。で、時価総額はですね、5兆円を超えるですね、会社となって、超巨大企業となっております。で、このですね、東京海上ホールディングスの主体となっているのは東京海上日動なんで、東京海上日動といったらもうとてつもなく大きい会社となっております。なんでですね、この5兆円を超える会社なんですが、アマゾンはですね、これのですね、何十倍とも大きい会社なんで、超巨大企業同士がこういった取り組みをするということで、これはですね、非常に大きなニュースとなっております。では、どうやってですね、アマゾンでこの保険に加入できるかっていうことについて見ていきたいと思います。これですね、非常に簡単な方式となってまして、まずですね、アマゾンのですね、サイトに行くとですね、この東京海上日動の保険の方法が出てるらしくてですね、そこをクリックすると専用サイトにアクセスできるということです。でですね、アマゾンのアカウントを認証しまして、どういった保険にするかっていうことを選んで、で、アマゾンペイですね、クレジットカード入れておけばですね、クリックで買えるんで、そういった感じで払えば、保険の加入が完了するということです。なんでですね、普通にですね、お米とかですね、水とかですね、そういった本とか買うぐらいの感じでですね、簡単に保険に加入できるということです。でですね、また Amazon のですね、優れたシステムとしまして、API っていう技術があります。アプリケーションプログラミングインターフェースというらしいです。でですね、これはですね、1回 Amazon で買うとですね、次から氏名とか住所を入力しなくていいですよね。で、それをですね、この保険にも適用できるっていうことで、保険を入るときにですね、よくいろんな申し込み用紙にですね、住所とかですね、いろいろ記入したりするので、非常に面倒くさいんですが、Amazon を使われている方でしたら、この氏名、住所、メールアドレス、電話番号とかですね、こういったものはもう勝手にですね、アマゾンの方が入力してくれるんで、すごい簡単に加入できるということです。なんでですね、もう若年層の方でもアマゾン非常に使われている方は、もうパッとですね、楽なんでですね、とりあえずこれ使って入るかっていう感じになる可能性があるんで、非常にですね、便利なシステムを考えられていると思います。でですね、この取り組みによってですね、生保業界、保険業界はどういうふうに変わっていくのかっていうことを考えてみたいと思います。で、これまではですね、やはり対面販売やですね、自分のところでですね、ネットの販売の会社を作ってですね、そこから売るっていうのが主流でした。でですね、実際にですね、あまり
移行してないみたいでして、自動車の保険のネット販売っていうのは保険料ベースではですね、販売シェアの1割程度しかないということです。まだですね、対面販売っていうのが強いんですね。私はネットで加入してるんで、これはちょっとかなり意外でしたけどね、少ないなっていう印象があります。でですね、これをですね、Amazon を使うことによってですね、対面販売とかですね、自社ネット販売っていうのを全部なくしていくということになりますと、莫大なですね、固定費ですね、人件費、販売員の人件費とかですね、自社ネットのですね、管理とか、それにも人件費かかりますので、こういったものがなくなってですね、わずかな手数料をですね、Amazon にですね、払うだけでですね、固定費が大幅に下げれるということです。で、これによりましてですね、販売手数料が大幅に削減、で、もちろん販売員も削減できるんで、すごいですね、利益が出るというところです。でですね、また最初にちょっと述べたんですが、地震保険からスタートするということですが、これもですね、非常に深い理由がございます。で、今回 Amazon の取り組みでですね、また革新的なところがございまして、それがですね、今回販売する地震保険というのはですね、決まった震度が起こったときにですね、最短で自動的に保険料を支払うということがシステムとして組み込まれるということです。で、この理由としましては、震度でですね、支払うよというふうに決めてしまえば、保険料というのはですね、もうコンピューターでですね、簡単に査定できるということです。この地震があったらこれだけ払いますよということを決めてしまえばいいということで。でですね、査定に関してですね、地震保険が一番簡単らしくてですね、そこを自動的にできるということで、地震保険から始めたということです。実際はですね、自動車保険とかですね、生命保険の方がですね、ネット販売、もっと需要がありそうなんですが、こういったですね、支払いが簡単、査定が簡単ということで、地震保険が選ばれたということです。でですね、今後広げていくっていうことを言われておりますんで、この査定の技術がですね、他の保険にもですね、適用できるようになれば、順次切り替えていくということだと思います。でですね、保険の査定ってですね、結構人がですね、来てですね、自動車の事故とかですと、事故の度合いとかですね、相手の保険会社と交渉したりして、結構ですね、手間とか技術がいるんですが、こういったものもですね、AI でできるようになってくると、そこのですね、人件費も削減されるということです。なのでですね、この保険査定業務っていうものもですね、AI の方にですね、いずれは移っていくだろうということで、このですね、Amazon に販売を依頼するっていうことがですね、保険販売とですね、保険査定の業務っていうものが今後ですね、なくなっていくような流れっていうのを示しているということになります。今回のニュースをまとめますと、東京海上日動が Amazon で保険の販売を開始します。まずはですね、査定が簡単な地震保険から開始するということです。で、Amazon でですね、保険を買う場合は Amazon のサイトで、Amazon のアカウントを使って加入が完結できるということです。で、API のですね、システムを使えば氏名、住所、メールアドレス、電話番号の再入力が不要なんで、非常にですね、楽にですね、加入することができます。でですね、東京海上日動の方に関しまして、Amazon を活用することですね、人件費等ですね、販売員が大幅に削減できますので、販売手数料が大幅に削減可能となっております。このためですね、非常に利益がよく出るようになると思います。またですね、今回地震保険がですね、査定が簡単ということで、そこから始めるということですが、広げていくということを言われております。なのでですね、他のですね、保険もですね、査定業務というものをですね、移管できるようにですね、進めていくことが予想されますんで、今後はですね、そういったものも、Amazon で買えるようになっていくことが推測されます。最後にですね、このニュースに対する私の感想ですが、Amazon とですね、組むことによってですね、大幅にですね、販売手数料が下げれるんで、東京海上日動のですね、収益性が大幅に向上していくだろうということが推測されます。現状ですね、株価もですね、順調に上がっておりますし、非常に利益が出ていてですね、優良株として有名な会社となっております。ですね、収益性が上がっていくことは、今後もですね、株価の伸びっていうのが、期待できるんじゃないかなと思います。で、一方でですね、かなりのですね、仕事が削減されるということです。で、収益は上がる会社はですね、どんどんですね、利益が出て豊かになっていくんですが、社員の方に関しましては、残念ながらですね、リストラの可能性が非常に高まっているということであります。なんでですね、会社が成長すればですね、社員がですね、嬉しいだとは限らなくてですね、会社が成長するけど、社員がですね、リストラされるっていうような感じになっていくんかなというふうにちょっと感じております。あとですね、一番ちょっと怖いことはですね、これ Amazon 本当に裏切らないかっていうことでして、Amazon としてはですね、これ東京海上日動のですね、手数料だけで最終的に我慢できるんかなっていうところがちょっと疑問としてございます。Amazon はですね、保険販売したことないんで、査定の技術とかもないんで、今回東京海上日動と
組むことですね、そういった技術を手に入れられるということです。まあ、大体ですね、まあ、どれぐらいの事故に対してはどれぐらいの支払いが必要でとかですね、まあ、どういった層が加入していくとかですね。で、東京海上日動の方はですね、まあ、保険の開発とかに注力できるんで、仕事はすごい効率化するんですが、Amazon がですね、まあ、これをある程度続けてですね、まあ、大体保険っていうのはこういうもんだねっていうことが分かったときにですね、まあ、Amazon 自体がですね、この保険っていうのを作り出したりするとですね、まあ、圧倒的なですね、値段で攻めてこられると、東京海上日動がですね、叶わない可能性があります。で、加入者にとってはですね、Amazon から買うんで、どっちの保険かも分かんないと思うんで、で、Amazon が保険業に進出してくると、まあ、非常にまずいっていうことになります。でですね、東京海上日動の方ですね、先ほども述べたように超巨大企業でして、お給料がかなり高いんですよね。給与水準むちゃくちゃ高いんで、で、Amazon の方っていうのはですね、まあ、トップはすごいもらってますけど、末端の方は安いっていう話なんで、まあ、人件費のですね、違いでですね、安い保険っていうのもできる可能性がありますんで、結構ですね、気をつけないとですね、危ないんじゃないかなというふうにも感じました。以上となります。このチャンネルではこのように企業ニュースなど仕事に関する話題を発信していきます。面白かった、ためになったという方はグッドボタン、チャンネル登録をしてくれると嬉しいです。また、こういうこともあるよとかですね、ここは違うなど補足や批判などございましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。私もそれを読ませていただいて勉強させていただきます。YouTube 以外にもワーク太郎の就活塾というブログをやってます。こちらはですね、就職活動、仕事、転職などに関するですね、役立つ情報というのを集めたサイトとなっております。特にですね、私がですね、参考にしている YouTube チャンネルが、紹介がございますので、こちらちょっとおすすめとなってますので、もしお時間ございましたらこちらを見ていただけると大変嬉しいです。概要欄の方にリンクを貼っておきます。以上となります。本日はありがとうございました。